今月3度目だ。歩いて戻ります。ついてないね、ミンディ。誕生日なのにこんな目にあっちゃって。平気。どっちにしろうちでドラマ見てたい気分だし。ねえ、みんなについてった方がよくない？見て、向こうに誰かいる。 マニラは太陽のような温かい笑顔で人を受け入れる。でも日暮れに路地へ入り込んだら餌食になってしまうかも。人さらいや泥棒なんて可愛いもん。それより血や魂を欲しがる奴らに気をつけて。連中に手錠はかけられない。父がよく言ってた。 影には手を出すな。光が調和を保ってくれる。夜がこの町を支配し、影はますます濃くなった。邪悪な異界から人間を守ってくれていた協定は破られ始めた。善人たちは抵抗し続けるが、闇の力は強まるばかり。 影を抑える光は消えてしまった。頼みの綱は私だけ。 こんばんは、ゲレーロ警部。いや、アレクサンドラ、来てくれてありがとう。 これは君に見せた方がいいと思ってね。確かに状況を聞いて私も気になった。それでこれはバレテ通りのホワイトレディ。目撃者はタピア警部補。いません。ですが被害者はジーナ・サントスだとご近所が断言するので、確認したところその女性は自殺していました。95年に。待てよ、ありえないだろ。ルーン文字だわ。でも雑ね。 儀式の生贄にされたみたい。それより問題は誰が何のために幽霊を殺したか。